初はどこは、あのシート2つ、配管からシートで巻いた。最初のファンシートをできるだけ叩いて、そこで、ストラドルバンクのところでしっかり組んであげる。
ドロップタップ。もう一回伸びてるから、下の方からもう、立った時に腰を伸ばして。
て足見てるから、あの最終的にはもうあのお腹に足が隠れちゃうぐらいまで、こう、そのぐらいまで。上に上がればいいということなんだけど、
京都圏を取らないので、そういったトラベルの展示店の中に含めてたりとか、やっぱり甘いワクナーの様手でもやっぱり連合があるというところでやっぱり人気はあるので、4つの前にして、まずこの練習。
られたらシート横目のところを向いていきなりシートからそういう順番で行くで、この時シートから腹に行く時にはシートからお尻をこう後ろにこう向く感じで足をこう向いていく感じだから腕が長いでシートからこう前に飛んでこういくんじゃなくてシートがよくこれは練習してるから大丈夫シートドロップから気持ちお尻を後ろに引き上げる感じで前がスムーズにできたら問題なくできる。Thank you.
で、シート4つに入るときも、まあ、スーッと行くのもあるんだけど、できたらこう一回空中でタックしていくっていうところもあります。十分高さが取れるようになったら、まあ、今日はこの辺にしておきましょう。